源之助は魔物に向き合う時がついにやってきて、魔法のリノベ第5話。今回のお話は、ある事情でその土地から離れたくない父と、老後のことを考え、同居のため家を売却したいと考える娘のリノベーションでした。そしてリノベを依頼された丸福工務店の源之助と、今は不動産屋で働く実弟の虎之助も静かに火花を散らしていた。次回第6話、まだまだ虎之助との問題は解決されていなかった？静かながら怒りをあらわにし、虎之助に対し二度と福山家に近づかないよう釘を刺した源之助。しかしそれにもかかわらず、虎之助は客に中古マンションを売り、リノベは丸福工務店にと斡旋していたことが判明。源之助をはじめ小梅も虎之助のずうずうしい振る舞いに開いた口も塞がらなくなった。そんな次回第6話のお客様は、10年越しでマンションの購入を検討し、自己資金を貯めていた会社員の飯星。彼女はへんてこな間取りに目がなく、独身ならではの遊び心あるお部屋に住むことを夢見ているようで、間取りを見ることが好きな、いわゆる間取りスト。そんな彼女の希望を龍之介が図面を引くと、予算を大きくオーバーしてしまった。そこで丸福工務店は究極の2つのプランを提案することに。すると優柔不断の飯星はその2択に頭を抱えてしまう。会社の利益を考え、一刻も早く契約にこぎつけたいと思う虎之助は、彼女の希望をすべて叶えようと予算を増額したローン計画の変更を提案しようとする。彼女の人生設計を無視した弟の強引なやり方を見た源之助は、虎之助とは正反対にとことん依頼者に寄り添う人情家でお人よしすぎる源之助に対し、小梅は呆れながらも次第に惹かれているようです。また源之助も仕事上で尊敬している以上の思いを小梅に対して抱き始めていて、お互いその先にまだ踏み出せないようです。その頃、グローバルステラ D ホームの有川は、何年もかけて温めていたある計画を実行しようと考えている。それには、かつての上司だった蔵之助にも関わることのようだが、前回のお話で腹を割った告白をした源之助の言葉に、小梅はドキリとしたようで、源之助は小梅と出会った当初は心を読まれっぱなしでしたが、最近では源之助も負けじと小梅の心を読み、立場が今にも逆転しそうでした。それもこれも営業の先輩として小梅を見習い、猛勉強している源之助の努力の成果でしょうか。そんな伸びしろのたっぷりある源之助こと、間宮祥太朗さんに関する小ネタがぶっ込まれていたことに、皆さんお気づきになられましたか？間宮さんは今年に入り3クール連続で民放連続ドラマに出演中ですが、その中の1月から TBS で放送されていたファイトソングの時の小ネタ、スタートライン、ムササビ、一発屋などといった言葉でいじられていましたね。他局ですが、今は何でもありなのでしょうか。コンプライアンスがうるさく言われるテレビ業界ですが、局の垣根を越えたこのようなイースターエッグのようなものがいろいろあっても、視聴者は楽しいですよね。次回以降は、全クールの同局での主演ドラマのいじりを期待しても良いのでしょうか。さすがに、バツ2の営業マンとヤンキー高校生のつながりは無理があるのでしょうか。後半の小梅との会話で、虎之助にガツンと怒るという話の際、
手が出てしまうかもというのは、ナンバ MG5 の小ネタだったのでしょうか。そんな玄之介、今回ついに彼を苦しめている魔物が目の前に登場しました。本当にどの面を下げているのかと言いたくなるような開き直った態度がとても鼻につきましたね。その後、それぞれが仕事先で偶然会うと、仕事は仕事だからと、正しいことを言っていてもとてもムカつきました。そんな虎之助にすら切れることない玄之助の優しさには感服しますが、何よりかわいそうなのは新之助だとは思いませんか？新之助がゲームに夢中なのは、単にゲームが好きで面白いからというよりは、寂しさを紛らわしているのかもしれません。また、グローバルステラ D ホームでは、どんどん有川が幅を利かせていて、小梅を苦しめた男ですが、久保寺がかわいそうになってしまいました。あれは自主的という名のハラスメントですね。強制力のない言葉ですが、逆に強制力を強めていて怖いです。円卓の部下団、絶対入りたくないし、あのステッカー、スマホに貼りたくないですよね。そんな異様で強烈な個性を発揮し、働く部下を支配している有川が、ついに次回、丸福工務店へとやってくるようです。丸福工務店の社長で、玄之助たちの父でもある蔵之助を、先輩と呼ぶ有川。小梅と久保寺だけではない、丸福工務店とグローバルステラ D ホームの因縁とは、一体何なのでしょうか。これまでも俳優として数多くのドラマに出演されている原田泰造さんですが、ここまでの開演は久しぶりではないでしょうか。今回のお話までで総出演時間は決して長くはないものの、その強烈なキャラでインパクトは誰よりもありますね。彼が考えている計画とは一体何なのか、とっても気になります。そんな彼とは対照的に、インパクトこそ薄いものの毎回面白いのは、丸福工務店の従業員である小出と越後。彼らのやりとりも毎回最高で、小梅と玄之助よりももしかしたら最高のバディかもしれないですね。そんな愉快な彼らに囲まれている分、新之助もそこまで孤独感を感じてはいないのでしょうけど、虎之助の存在はまだまだ受け入れられないですね。そんな彼は次回もいろいろとやらかすようです。ドラマも後半に差し掛かり、いよいよ小梅と玄之助にも恋の予感が見え始めてきました。人間模様も面白いこのドラマ、次回も楽しみですね。マドリストに挑む第6話は8月22日放送となります。次回もぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。